はい、お疲れ様です。ワイスファクトリーのドライの動画になっておりますけどね、しょうもないのみ動画をお付き合いいただいておりますけども。はあ、さあ今日も無事に終わりましてね、今日のお話はですね、やっぱりバイクは緊張で買うに限るねっていうね、まあこれはあの僕のセリフではないんですが、今日お仕事しててあの、まあ、最近オイル交換なんかでちょいちょいこう、ね、お世話になるお客様なんですけど、あのうちがね店の前に看板が、まあ、黒板に、ね、書いてあるんですけど、原付のオイル交換一般の金額と会員の価格の、ね、差をつけてあるんですよ、まあ、当然あの会員の価格の方が安いんですけどね、ちょっとね最近オイル交換のお値段も上げさせていただいてて、結構あの会員と一般の差が開いて、うん、まあ、ちょっとよ見る人によっちゃ一般の価格ちょっと高えなみたいなねとこはあるかなと思うんですけど、まあ、ちょっとそのオイルもね値段がだいぶ仕入れが高くなっちゃって、まあ苦渋の決断ではあったんですけど、まあよくあの店頭で聞かれるわけですよ、この一般と会員って何みたいなね、まあ立ち話ぐらいの感じで僕表でバイク拭いてたりすると声かけられて、会員ってどういう風になるんですかとかね、会費とかかかるんですかとかよく聞かれるんですけど、そう、あえてね分かりにくく書いてあるんですよ、こうやって声かけていただくためにね、そこでコミュニケーションが取れると、これこれこういうわけで、どういうわけかっていうと、まあ会員っていうのはうちで車両をお買い上げいただいたお客様を勝手に会員にさせていただいてますということでね、だからうちでお買い上げいただいてない方はまあね、なんかスタンプカード出すとか会費を、まあ、先に払っていただくと会員になれるとかそういうシステムではなくて、まあ他店でお買い上げのお客様はもう自動的に一般でやらせていただいてますと、まあ言うてもそのね今までちょっとやってきた下積みの時代考えると、まあ、うちは車両のお値引きとかがねそんなにできるお店ではなかったので、まあ、大手さんとかに比べるとまああいみつ取ってもね見積もり出させていただいてもそんなに予想より安い見積もりなんて出してた試しがないんですよね。ただそんな中でも、いや近くて便利だからここでいいんだよって、ちょっとぐらいの差とかちょっとじゃないねみたいなね、そんなことあってもうちでお買い上げいただいてくれて、いやそれでもきちんと面倒見てくれるなら近所の店の方がいいよっていうことでお買い上げいただいた方を会員という形にさせていただいているので、別に一般の方から踏んだくっていうわけではなくて、一般価格っていうのはまあオイル交換で飯食っていくためにはこれぐらいいただきたいよなっていう設定になってましたね。だから会員の方をまあうちでお買い上げいただいてね、近所でいやおめんところ通うからよ、高いの安いのじゃねえんだっていう方のための会員価格なので結構厳しい価格設定にはなってます。だからね、年会費払うからさとか、まあでもそんなにでもいいよねまあそんなシステムをまた考えていこうかなっていう感じはあるけど、まあ今日のねいらっしゃったお客様がね、やっぱりその黒板を見ておっしゃるわけですよ、これ一般と会員の価格つってね、でそのお客様がおっしゃるにね、いやちょっとさ遠くで買っちゃってね、やっぱバイク屋でバイク買うのはやっぱ近所がいいよねっておっしゃっていただくわけですよ。でこの一般と会員って、いやすいません、うちでお買い上げいただいたねお客様にだけってまた同じその説明をするんですけど、そうだよねっつってちょっとご理解いただけたみたいで、その方がね結構、まあそこのどこどこっていう店で買ってさなんていうお話されて、まあ、お話聞いてみるとね、まあバイクで、まあ、30分ぐらいのところでお買い上げになられたみたいですね。だからこれバイクっていう一括りではなくて、やっぱり原付1種、今日のお客様は2種 125cc のスクーターだったんで、原付の2種ぐらいまでのお客様っていうのはもう30分走ると遠いのよねだからね、そのお客様がやっぱ近所に限るよっておっしゃっていただいたのね、
どうなの、下手すりゃ押してこれるぐらいの距離感だったのかな、うちが。わかんないですけど、まあどういう基準かわかんないですけどね、15分以上走ると遠いよとかね、そういう基準はまあ人それぞれあると思うんですけど、まあまあね、うちなんかはもう一人でレッカーなんかも大至急行けるわけじゃないし、お客様もね、そんなにこう 50cc とか 125cc 遠出っていうとね、まあ、もちろん 50cc でも遠出される方はされるでしょうけど、まあ、僕もねタイミングさえあれば軽トラックで引き取りにとかってする仕事もやってるんで、まあ、やっぱね遠くに全然行けないわけではないんですけど、まあ、お客様としてはね、何かあった時にポンと家でエンジンかかんねんつ、ちょっと電話して馴染みのバイク屋さん、鍵家族に預けとくからさ、取り来てさエンジンかかるようにしといてよとか、パンクしちゃってんだよ、取り来てパンクの修理だけやっといてよとか、まあ、そういうね三河屋さんみたいな仕事、まあずっともうね何年もそういう仕事で生き延びていこうと思ってやってきたんで、なんかね最近の業界の事情みたいなものをやっぱ発注しても品物が入ってこないとか、なんかすげえねお待ちいただくとかで、そんな感じだから値引きもできないよねなんていうねことをちょっと前の動画でお話したんですけど、こういうことってもしかしたらうちに追い風なんじゃねみたいなね、まあ実際今までねその値引き合戦には参加してこなかったわけですけど、まあ大きいバイク屋さんだってね原付が手に入らなくなるのは条件は一緒なんで、まあ当然手に入ったとしても値引きなんかできないでしょうし、まあうちもねそうで、そこがイコールの条件になってくると、まあ、うちが大きいバイクはねもうちょっと、やってないので原付専門店が乗らせていただいてるんで、まあ、これからどういう感じにね市場に投入されるモデルがどういう形になっていくかわかんないけど、原付こと1種2種ぐらいまでのね話であれば、スズキの契約店の原付専門店みたいなのをこううまくねやっていけば生き残る道はまだあるんじゃないかなと、まあ、もちろんその今までのねバイク業だけのことではなく、いろいろとこう SNS を使ったね物販の方とかもやってて、なんとか生き残ってやろうと思ってますけど、まあ、もしかしてこのね、原付が値引き合戦とかしなくてよくなったっていうのはうちみたいな店には非常に追い風なのかもしれないなんて勝手に思っております。まあ今日のね近所の親父さんだと思うんですけど、やっぱ原付は近所の店で買わねえとなみたいな一言結構ねいや来ましたね、うん、なんかもう本当に半径 500m だけで商売してますみたいな、そこが勝負ですなんてね言ってたんで、もう地域と密着型みたいなんでやってきましたけど、いよいよこう花が咲く気配があるようなないようななんてねそんな感じの、今日のお仕事でした。はい、もうね、今後も、まあ、どうなるか分かんないですけどね、地域密着型で頑張っていきますよ。はい、今後も応援のほどよろしくお願いいたします。この企画曇りなきんな、ありがとうございました。